方形書、方形書の一図、方形書は、台湾本島の北東、キールン市の沖約56キロメートルの東、シナ海に浮かぶ島で、北方三島の一つ、キールン市中西区に属する、地元の漁師からは、大所とも呼ばれる。台湾で最も北に位置する、友人島で、軍の管理下に置かれている。別称は、曝来書、大蕎麦山書、西洋では、 アジンコート島と呼ばれていた。放課所放という姓の一家が争いを避けてこの島にやってきたため、放課所と呼ばれたことに由来するという説がある。日本時代は一般にはアジンコートと呼ばれ、太平洋戦争中期以後は、キールン出入港船の米国潜水艦による被害が激甚で、船の墓場の様相を呈し、周辺の浅瀬には撃沈された輸送船や商船のマストが、 文字通り林立していた。島の周囲は約4 3トル面積は約114ヘクタール、最も標高の高い地点は海抜1 6 5ルとなっている。海底火山の活動によって島ができたが、海食作用が強いため、現在では西半分が残されているのみである。島の東、南、北の3方向の海岸は断崖になっており、 海食作用によって作られた、大壁と海食堂が数多く見られる。島の東側が高く、西側が低くなっており、西側の傾斜は、やや緩やかになっている。河口の付近が島で最も高く、建物はこの付近に建てられている。風が強いため、高木の成長には適さないことから、草原が主体の植生になっており、島の灯台の柵の中に、 わずかに低木が生えている程度である。毎年4月から5月にかけて、鉄砲百合が咲く、海不要と呼ばれる、多年草の植物が海岸線の岩に生息し、全息や肺結核、高血圧などの治療に用いる薬草として重宝されている。日本統治時代に、井上う角によって書かれた、法刑所調査報告書によると、アホウドリの生息地であったとされているが、 現在は生息していない。島周辺の海域は良好な漁場となっている。方形所。中央奥に灯台が見える清の皆豊か年間には、定住する島民がいたが、清仏戦争の頃に島を離れた。現在もこの遺構が残されている。その後、灯台が建設されるまで無人島となっていた。現在では灯台を保守する要員と、気象観測員、行政員海岸巡防所の職員がいる。 島には、東台、気象観測所、ヘリポートがあり、南側の海岸には、鳩場が作られている。灯台は1909年9月20日に点灯され、今日に行ったり、15秒に1回点灯し、台湾で3番目に高い標高にある灯台となっている。島には、水源がなく、飲料水の供給は、台湾本島からの補給管による、その他の生活用水は主に雨水を貯めて使っている。 島の雨量は年間を通じて平均的で春と台風の時期にやや多くなるが雨量はさほど多くない。島で生活する人間も少ないので生活用水が不足することはない。また電気は東大の発電機器によって生活用の電気も賄われている。ありがとうございます。